おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文雄が、今日も皆様にコミュニケーショントレーナーとしてワンポイントコミュニケーションテクニックをお伝えいたしたいと思います。今日は11月は19日日曜日、晴れのとてもいい日ですね。でも温度は7、8度でしょうね。とても寒いので冬装束です。今日はですね、家の裏にあります古六神社の境内からお届けいたします。ただいま早朝連行太極拳を終えまして、古六神社の境内に移ってきました。はい、昨日はですね、私が開発してやっております鷹の式ジジイ流トライアスロンという遊びといいますか、運動をですね、皆様にご紹介いたしましたが、なかなか自分ではですね、いい出来だと思いました。今日もですね、その続きをお伝えしたいと思います。皆さんはですね、トライアスロンといえばですね、まあ、オリンピック競技ですか。走って泳いでロードバイクで走るわけですが、過酷すぎるですね、殺人ゲームだとか言われてる節もありますが、私の作ったですね、ジジイ流トライアスロンはですね、はい、3つあります。はい、競争しない、時間を表さない、争わない、競争しない、ゆったりとやる、ゆったりとやる、競争しない。2つ目はですね、争わないってことです。ゆったりとやって争わない。はい、年寄り用ですからね。はい、年寄りがですね、まあ、やり方としては走って泳いでロードバイクで走りますから、非常にですね、面白い競技になります。私はですね、行徳のに住んでおるんですが、ここからですね、私の持っているロードバイクでディズニーランドまで30分ぐらいで走っていけるんですよね。ディズニーランドの周りはですね、浦安が大変なお金をかけてですね、ちょっとないぐらい素晴らしくですね、環境を整えてます。草花、花なんかが年がら年中咲いてますし、自転車用ロードとですね、走るランナーがあるんですよ。ディズニーランドの周りプラスですね、ちょっと走るとですね、浦安の海浜公園に行くわけですが、海浜公園もですね、草花が咲き乱れてですね、自転車用道路があって、ランナー走るための道までできてるんですよ。浦安の海っぺりにですね、実に素晴らしいです。私はそこをしっかり利用させていただいて、走って泳いでロードバイクで走って、まあ、自宅に帰ってくるわけですが、これをですね、週に2回ぐらい、天気のいい日ですねにやってます。体にとてもいいですね。ジジイ流トライアスロンです。どうぞ皆様、バックにですね、イラストをつけてですね、写真をつけて分かりやすくしてありますので、皆さんもですね、ご自身でこれ簡単にできますから、やられたらいかがでしょうか。今日はですね、行徳は五六神社からですね、皆様に私の開発したジジイ流トライアスロンのやり方の説明をご説明いたしました。ありがとうございました。さようなら。